エネルギー増倍率とは、核融合エネルギー分野において、原子核融合反応を起こすために投入した、エネルギーと、核融合反応で発生したエネルギー比率を指す。旧値と呼ばれる。Q イコール1の時を臨界プラズマ条件と呼ぶ。現在開発が進められている DT 核融合に、おいては、プラズマ温度1億度 C 以上、密度1立方センチメートルあたり100兆個とし、 さらに1秒間以上閉じ込めることが条件になる。JT-60U 及び JET においてはこの条件を達成している。ただし、これは重水素のみのプラズマなどで実際にエネルギーを増大させ発電等をしたわけではない。休ガになる、つまり外部からの投入エネルギーなしで核反応が継続する条件を自己添加条件と呼ぶ。d t 反応においては エネルギーは高速中性子の運動エネルギーの形で、取り出され、ヘリウムの運動エネルギーは温度の維持に使われるので、結果的にヘリウムの運動エネルギーが温度を維持できる程度を切る条件ということになる。当初、ITER は自己添加条件を目標に設計されていたが、建設費用等に問題が出たこともあり、設計が見直され自己添加条件を視野に入れつつ、 9イコール5から10程度を目標に設計がなされている。ありがとうございます。